Thank you.
こんにちは。こんにちは、りのすけとあっちゃんのママです。お父さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとこうしてね、お話をさせてもらうのもちょっと久々になったね。そうです ね、うん、本当にあっちゃんの件でね、皆さんに本当に優しい言葉たくさんいただいて、そうですね、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。泣くほど嬉しかったです。はい、ライブがね、本当ならあるはずだった時にそんな事件が起こってしまってね。そうですね、本当に余計に皆さんにこう心配をかけたと思っています。はい、それで一部の方、警察官に噛んだとかってね、その辺のことあんまり言わない方がいいんじゃないかなって話も言われたりもしたんですけど、はい、実際にあっちゃんがね、噛んでしまったっていうのも本当の事実だし、そうです ね、それに対してお前さんも全然怒っているどころか、むしろ対応がね、もっとうまくできたらあっちゃんにそんな恐怖を与えなくてよかったんじゃないかとか ね、 そうです ね、 怪我しなかったですかって逆にこう心配されたりして、本当にね、本当に優しいお前さんでね。そうですね、その部分は救われました。はい、前の動画で少しお話はしてるかと思うんですけども、はい、これからね、逃げてしまうような場面はね、極力こうなくしていくということをね、肝に銘じていかないといけないかなと思います。はい、そうですね、もっと気をつけないと ね、気をつけないと本当、はい、かわいそうな思いさせてしまったなと。そうですね、思っていますし、僕らも本当にね、厳しかったよね、精神的にも。やっぱりコメントでもいろいろな方に言われましたけども、そう、本当に惹かれちゃうんじゃないかってね。そうですね、本当それも本当考えてしまうと、もうクラクラしちゃうっていうかね。それも本当にその時をもう心臓が止まっちゃうぐらいの。そうだったね、本当ね。だからもちろんね、うちのファンの方々、視聴者の皆さんもね、同じようにこうショックを受けて心配してくださってね、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。おかげであっちゃんも見つかって、そうです ね、元気も少しずつ出てきてね、はい、お散歩でももう歩くのもだいぶ調子が出てきたしね。そうですね、まだ表情は若干曇ってるところはあるけどね。そう ね、2匹2人ともこう元気にね、歩いてる姿見ると本当に嬉しく思えね。そうですね、コメント読ませていただきます。はい、お願いします。ムムマさんかな、ムムマさん、はい、頑張れあっちゃん、ママさん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます、ね、本当あっちゃんもこんな尻尾もくるんってね。そうですね、だいぶね、こう振り向いてもくれるようになったしね。そうですね、肉球の具合もだいぶ良くなってきたね。そうね、そう、何なのかな、犬の上の方に親指なのかね、肉球ちょっと上の方にあるでしょ、あそこがちょっとなんか痛そうなんでね、まだなんかちょっと傷があそこが強くあるっていうかね。そうね、続いてチェリアさん、はい、ありがとうございます。良くなってきたようで良かったです。たくさん辛い目に遭ってきたあっちゃん、また怖い思いして、今はママがいれば安心してなのではないでしょうか。怖い思いをしたから安心できる場所を改めて認識できたのだとしたら、後退ではなく前進なのではないかと思います。あっちゃんの笑顔が何よりも物語っているように思います。ママ、テーブルに頭をぶつけないように気をつけてくださいね。ありがとうございます。気をつけてよ。はい、今日はこのくらいにさせていただきます。はい、チャンネル登録、そのね、ベルの通知ベルのところポチッともう一個押してもらうとね、通知が届きやすくなると思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントもね、読んでいますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。楽しみにしてます。はい、それではまた明日お会いしましょう。さようなら。さようなら。ありがとうございます。さようなら。本当にありがとうございます。